このミラメディアキャンプ1ヶ月で終わりではなくて、そこから何かしらのことがスタートできればなというふうに思ってスタートしています。SDGs 自体は国連で決められたゴールで17個あるんですけども、非常にその大きなテーマがたくさん掲げられているわけですけど、我々生活者が身近な問題として捉えていくかということはむしろ我々に問われているという気がするんですよね。で、ここその横浜市でこういう未来メディアキャンプをやってですね、一般の市民の方、それからメディア、それから企業ですね、それから行政、いろんな人たちが関わりながら実は議論を深めていくってことが実はすごく重要なポイントだと思うんですね。普段考えている価値観も全くバラバラなので、そういう意味では日本人同士だけれどもダイバーシティを感じられる組織、それで1ヶ月で何か形を残していくっていう場なので、すごく特殊な空間だったと思います。横浜市っていうところで具体的な考え方ができるっていうところと、あとは慶応のその考え方ですね、なんかステークホルダー分析とか、なんかそういう具体的な考え方流れがあるので、さらにその先Aポートだったりとかクラウドファンディングとかで実現できるかもしれないみたいなところで、ちょっと他のそのアイデアソンとか違った面白さがあるのかな。学生さん、それから社会人の方、そして私のような社員、いろいろな属性の人が集まりまして、それぞれ違う思いを持っていて、そこで化学反応が起きてどんどんと新しいアイデアが生まれていく、本当に実験場のような場所で、クリエイティブな新しいものが生まれていくような、そんな場だと思いました。